はいどうもこんにちは、 J リーグにやかサポーターの良平です。今回はリーグを独走しそうな2強清水長崎を岡山がストップできるのか、はい、こういったテーマでやっていこうと思います。なぜこんなテーマにしたかと言いますと、直近の第11節で首位清水は5位仙台と、2位長崎は4位横浜 FC と上位直接対決があったのですが、これをなんと清水長崎が勝利。この結果、首位清水、2位長崎がより下位との差を広げる格好になり、戦力や試合内容も考えると早くもリーグ独走体制に入りそうな気配があります。10節までの4位5位に位置していた横浜 FC 仙台でも圧倒的な力を誇る清水長崎を止めることができなかった。清水長崎の独走を指を加えて見ているしかないんでしょうか。いや、 J2 にはまだ希望が残されています。そう、3位の岡山です。岡山は次節首位清水との直接対決、さらに長崎との対戦も残しており、清水長崎の独走を止めるキーマンと言っても過言ではありません。そこで今回は岡山が清水長崎の強大な2クラブをストップさせて J2 の秩序を保つことができるのか、にやかサポーターの良平視点で考察していこうと思います。リーグはまだまだ序盤で、ちょっと大げさな表現になってしまうかもしれませんが、リーグをより楽しむエンタメとしてこの動画を見ていただければと思います。それでは早速行ってみましょう。まずは先ほど順位表も見てもらって、清水長崎が頭一つ抜けてきたのはお分かりいただけたと思います。これ以上の独走を許さないためにキーとなるクラブがやはり3位の岡山になりますね。ここで改めてなぜ岡山が独走を止めるキークラブになるのかお話ししていきます。まず3位という順位もそうなんですが、他にもリーグの2強を止めるキーマンである複数の理由が岡山にはあるとにやかサポーターの良平は感じています。その理由がこちら。はい、清水長崎との対戦を残している点、今の岡山なら強豪クラブとの相性がいいという点。はい、順番に見ていきます。まず清水長崎との対戦を残しているということで、岡山は今後の日程を考えると序盤の昇格争いのキーマンといえる対戦カードを残しています。こちらが次節以降の岡山の対戦カードになりますが、はい、すごい対戦カードが続いていますね。今後は J1 経験のある強豪クラブとの対戦がこれでもかと続いています。まあ、まずは何といっても次節に首位清水、さらに5月12日に長崎との対戦も控えており、今後1ヶ月以内に清水長崎との対戦を控えている対戦スケジュール、まあ、これは日程的に考えても序盤の昇格争いのキーマンと岡山は言っていいと思います。もしここで岡山が敗れてしまえば本格的に清水長崎が独走体制に入りますし、逆に岡山がこの強豪をひしめく序盤戦の日程を勝ち切ることができれば、今後は一気に岡山が昇格レースの主役になる可能性もありますね。岡山の今後のパフォーマンスによってリーグの情勢が大きく変わる、2強の独走を止めるのは岡山に託されたと言ってもいいかもしれません。そして今の岡山なら強豪クラブとの相性がいいのではないかと個人的に思っています。はい、ではなぜ岡山が強豪クラブとの相性が良いのか、理由の一つとしてここまでリーグ最少失点を誇る守備の堅さが挙げられます。やはり清水長崎といった強大な戦力を誇る対戦相手には失点をしないことが何より重要。相手の猛攻を耐えてカウンターで仕留める戦術は強豪相手にはより機能しそうですよね。その点で言うと今季の岡山はゴールキーパーブローダーセン選手をはじめ安定した守備を披露、確か流れの中からの失点がほとんどないんですよね。岡山は1失点くらいしかしてないんじゃないでしょうか。この強固な守備は北川選手や乾選手が好調な清水、
エジカル選手、ファンマ選手、マテウス選手とチート級の選手を擁する長崎といえど、こじ開けるのはまあ至難の技かなと思います。そして岡山はこの安定した守備からカウンターを成立させるだけの前線のタレントも揃っていますね。2月3月の月間 MVP にも輝いたフォワード、グレイソン選手はロングボールや多少のアバウトなボールもきっちりと収めて周りの味方につなぐことができますし、シャドウに入る岩渕選手や木村選手、斉藤選手に加えてウイングバックの末吉選手や柳選手も前の推進力が素晴らしい。自陣からでもその走力を生かしてロングカウンターから一気に相手ゴールに迫る攻撃ができますね。いや本当に岡山の攻撃陣はスピード、走力があって迫力があるんですよね。岡山はこれまで対戦相手が下位のクラブが多く、今後上位陣との対戦で苦労するんじゃないか、失速してしまうんじゃないかという声もちらほら聞こえますが、僕は逆に岡山のチームカラーといいますか、戦術や個々の選手の特徴を考えるとより攻撃的に来る上位陣の方が戦いやすいんじゃないかと考えています。岡山は上位クラブとの対戦の方が相性が良いのではということですね。まあ、もちろん岡山も鈴木義武選手や高橋選手、竹内選手ら離脱者も多く、これからの連戦に向けて不安要素がないわけではありませんが、それ以上にリーグ最少失点の強固な守備、走力のある前線のタレントとポストのできるグレイソン選手の特徴はより強豪クラブとの対戦で輝いてくると思います。そう考えると仙台、横浜 FC でさえ止められなかったストップザ清水長崎の最後の希望はこの岡山になるんじゃないでしょうか。まだまだリーグ序盤戦でいささか大げさな表現になってはしまいましたが、ここで2強が勢いに乗ってしまうと昨シーズンの町田のように独走されてしまう可能性もありますし、まあ、割と大げさでもないのかなとここまで動画を作っていて思いました。岡山が J2 の秩序を正すのか、清水長崎が独走してしまうのか、次節首位清水との対戦は序盤戦最大のビッグマッチとなりそうですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。現在リーグ3位につける岡山が今後の対戦スケジュール的にも、そしてチームの特徴としても同走体制に入る清水長崎を止める希望の星になると思います。まあそれだけ清水長崎の個の力、試合内容も素晴らしいですし、あまり序盤だからといって勢いづけてしまうと昨シーズンの町田のように本当に独走されてしまうかもしれません。リーグ序盤の鍵を握るのは岡山と見て間違いないと思いますし、次節が本当に重要なゲームになりますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも面白いと思っていただけましたら、いいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。